ございます。レイラです。ピンク。ラテ。ティー。ティー、ティー。ビー。始まるよー。えい。ということで、今日の企画は、レイラのモーニングルーティーンです。イエーイ。ということで、ちょっとね、起きたばっかなんですけど、今から顔を洗いに早速行きたいと思います。せーの、どうぞ。はい、ということで、今洗顔し終わって、で軽く化粧水とかし終わって、今パックをしています。いつもね、メイクをする前はパックをするようにしてます。パックをしている時は段がありますので、カラーコンをつけようかなと思います。今日はこれで行きたいと思います。ちょっとこんなこともしちゃって、こんなこともしちゃって行きたいと思います。ピンクラテ TV でモーニングルーティーンをやるのが2回目とかなんだよね、多分。入りたての時とかにやってた気がする。どうだったかな。なんかその時は本当に顔がむくんでた。今あんまり笑えないからさ、本当に顔がとてつもなくむくんでて、なんかボワーンってなってましたね。アルコール入れようと思いますよ。手はしっかりと洗えましたので、ご心配なく。こっちが入れた方、それはわかるか。こんな感じでね、コンタクトの液が出てくるんですね、涙みたいに。なので、なんかたまにメイクとかファンデーションし終わった後に、あ、カラコンしてないって気づくと最悪だよね。ティッシュで押さえないといけないの。ここら辺垂れてくるからずれちゃって、それが起こらないようにカラコンはメイクの前にしましょう。できた。今日はなんかメイクとかヘアを自分でするのが久々なんですね。だからできるかわかんない。そう、ヘアメイクとかを自分でやるのが久々だから、ちゃんとできるかわかんない。あれ、さっき言ったよね。さっき言ってたらごめん、許して、お願い、許してお願い。よし、ありがとう。いつもこんな感じで誰かと会話してます。でも一人ごとはそんな会話してないけど。そろそろパックを外しますか。これ外したらペッと投げます。そしたらね、今この状態でヘアメイクをしてしまいますと、とんでもないことになりますので、ちょっと一旦こうやって。優しくね。優しく。まあやるとね、本当に崩れやすくなるので、ちょっと時間を置いて、メイクを開始したいと思います。どうやってやってた気がする。忘れて。準備は整った。忘れるところだったよ。耳にね、ゴムをこういう
ちっちゃいゴムをなんか耳にかけるとむくみが取れるらしいです。顔の時間がない時とか、あのマッサージする時間がないよっていう時はつけるのがおすすめです。こうやってね、私耳ちっちゃいから耳がすごいちっちゃいんですね、うん、だからもっとちっちゃくしていこうっていう感じです。さっきからずっと何も紹介してないんだけど、さっきしてたパックはこちらです。シカパックです、有名なね。あ、で朝のスキンケアの話すると、犬愛犬がちょっとうるさいんですけど、まず洗顔をしてってめっちゃいろんなもの紹介してない、ごめんなさい。コットンで拭き取り化粧水みたいな水拭き取って、無印さん の導入化粧水をスプレーみたいにシューってやって、その後に化粧水、何でもいいです、化粧水をコットンを使ってこうやって貼り付けて、でこの鹿のバッグをしました。メイクをしない時は最初の薬を最後に塗ってるんですけど、時間がないのでもうメイク入っちゃいます。でさっき薬塗ってたのがこちらのリップバーム、リップバームですね、ジル・スチュアートさんのリップバームを塗って、今下地はこちらを使いたいと思います。エスポワのウォータースプラッシュサンクリームです。これは日焼け止めなんですけど、下地として使ってます。見てね、そんなに多くなくていい。ではメイク開始だね。結構トーンアップしてくれる下地でよ。今日はお出かけする前のモーニングルーティン今やばかったよね今顔やばかった絶対。時間ないの、時間ないから、いらないことしない。何の話してたっけ、脱線しすぎじゃない、脱線っていうの。ということでファンデーションをやりたいと思います。エイプリルスキンウルトラスリムクッション23番、こちらのファンデーションを顔に塗布していきたいと思います。これは美容成分がたくさん入っているらしいです。こうやって一回取ったものをやってここでちょっと落としてから塗ると、少量で塗ることができます。やっぱね、たくさん塗っちゃうと崩れるんですよ。崩れる原因になるので、こんな感じで少量で塗っていきます。一旦めっちゃ少なく塗って、後からちょっと気になるところをちょんちょんってやるぐらいがいいのかなと思います。こんな感じ、やってる方とやってない方。あ、そう、今日の予定はお出かけをしたいと思うので、そういう時のモーニングルーティンを今撮っているんですけど、今日は映画を見に行きたいと思います、家族で。そうなので、ちょっと朝ごはんはそんなに食べる時間がありませんので、ヨーグルトだけとかになっちゃうかも。もっとね、私はね、肌が少々荒れているので、最近は本当にすごいんですよ。なんか過去最高で荒れてます。ということで、こんな感じでファンデーションが終わりましたので、あ、ちょっとなんか首にもやった方がいいので、首にもやるな。なんか私首と顔の色が違うんですね。なのでファンデーションで白くして、顔との境目をなくしていきます。そしたらコンシーラーを、あ、いっちゃった、あったあったあった、
でもちょっと時間置く、ちょっと時間置く、やっぱ時間置くね。その間にパウダーをおでこだけつけたいと思います。おでこはまあ、前髪で隠れるし、本当はファンデーションとかもあんまりしたくないけどしちゃったから、パウダーをつけていきます。これなんもないじゃん。パウダーはこれを使います。おでこに、一旦おでこだけに塗りたいと思います。干したら、こちらを使います。ザ・セム CP チップコンシーラーです。これを気になるところにつけていきたいと思います。私結構クマとか消したいんだけど、ここにたまるの、なんで？で、ここもたまるの、なんで？ファンデーション、いや本当に塗ってないぐらい、本当に少量しか塗ってないのに、こうたまるの、ここなんで？これをアンドビーのこれを使おうと思ったんですけど、ちょっといつもなんか汚いので、ちょっと今から洗いに行くのもめんどくさいし。なんか肌荒れしてる時ってあんまりファンデーションとかつけたくないじゃないですか。だけどこれがいいんだって。美容成分が入ってて、だからそんな、なんだろう、ファンデーションつけちゃったってならないかも。ということで、コンシーラーが終わりましたので、次すぐパウダーはしません。で、先に眉毛を描こうかなと思います。眉毛は一旦整えてからパウダーをやっていきたいと思います。こちらランメイクミックスアイブロウ12番。終わりましたらもう一度シュ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 。そしたらこちらブローラッシュ EX グレイッシュブラウンです。これペンシルとかも何リキッドかリキッドもついています。でペンシルで、できましたらもう一度溶かしてリキッドの方で先っちょとかもうちょっと足したいなっていうとこ。はい、そうしましたらキスミーヘビーローションカラーリングアイブロウ04番を塗っていきます。そしたらアイシャドウをやっていきます。使うアイシャドウはこちらです。デイジークシャドウアイパレットん？シャドウパレット10番。これはね、インスタのストーリーとかでも何回か紹介してる。OK、 そしたらこちらとこちらを取りまして、このね、このまつげとまつげの間にこういう感じでこういう感じで塗っていきます。
そしたら、ラメをやっていく前にこちらのシピシピのポイントコンシーラーを最近塗るようにしてて、涙袋のコンシーラーなんですけど、こんな感じのやつで、こうやって涙袋のところにやると可愛く見えます。そしたらラメをやっていきたいと思います。同じさっきのパレットのここを涙袋に、そしたらこのここにもちょんちょんちょんって塗っていきます。 OK、 アイシャドウが終わりです。そしたらまつげをやっていきます。まずビューラーをしたいと思うんですけど、脇に挟んで温めます。ちょっと束感が欲しいので、普通に今まではこのキャンメイクのクイックラッシュカーラー、今までこれを使っていたんですけど、最初に何でもいいから美容液で束感をこう伸ばそうっていう意味ではなく、なんか作った方がなんかやりやすかったんですよ。まあ上まつげだけでいいです。で適当にシャーってやって、脇で温めていたビューラーを取って、こんな感じに挟んでシュシュシュ挟んでシュシュシュ、そしたらもう束感になってるの分かる。はい、でまあ一応カールキープという意味でさっきのキャンメイクのやつをつけてます。上まつげと下まつげで使っているマスカラを変えてて、上はミルクタッチを使っています。これは縦で塗って塗ってからシュンって、え、待って、めっちゃついたんだけど、え、最悪、待って待って、こんなついたの初めてなんだけど、取れた取れた、あーよかった、焦った、はい、という感じで上まつげが完成いたしました。そしたら下まつげはうずもてマスカラマイクロを使っていきたいと思います。どちらもブラックです。はい、ということでマスカラが終わりましたので、アイライナーの取り方をやりたいと思います。ちょっとことを使いたいと思います。キャンメイクのクリーミータッチライナー13番です。これをまつげの まつげとまつげの間を埋めていくような感じやりましたら、反対もこれはラブライナー 2H4 番、さっき下書きをした上に書いて終わり。そしたらまだね、目の下はパウダーをつけていないので、テッカテカだからパウダーをして、めんどくさい時とかはやってないけど、せっかく動画を撮っているので。パウダーはさっき紹介したのと同じで、はい、パウダーが終わりました。そしたらこちらのね、アートクラスバイロダンシェーディング、こちらを使っていきます。ここをなくなれなくなれと願って、こんな感じでやりましたら
もうね、全部ぐるぐるって混ぜてます。次は鼻のシェーディングはこの薄い方で、はルム&シースルーベールライター02番、やったらでチークをやっていきます。プリペラピュアブラッシュのサンシャインチーク02番です。これをチークは絶対つけた方がいいです。僕がよく見えます。やりましたら、この上からちょっとこうやってハイライトをつけて、リップはその日によって変えるんですけど、どうですか？今使ったのはロム&ゼットマットリップスティックです。ちょっと何番かわかんない、書いてない。これはクリオ D ティント05番。ということでメイクが終わりましたので、髪の毛をしに行きたいと思います。あ、その前にご飯食べるかも。はい、ということでさっきヘアをするって言ってたと思うんですけど、先に朝ごはんを食べたいと思います。で、今日の朝ごはんはこちらのオイコスのヨーグルトとオートミールを持ってきました。ではこれを食べる前に水を飲みます。もうね、ちょっとさっき飲んだんだけど、これは飲みたいと思います。じゃあ、もう早速食べたいと思います。ヨーグルトに、あ、まずね、ヨーグルトこのままだとちょっとなんか硬くて、オートミールをこう一緒に入れて食べるっていうのもむずいので、先にちょっとこう混ぜます。混ぜてからオートミールをシャーンって入れました。一緒に食べたいと思います。いただきます。では食べていきたいと思います。バイバイ。はい、ということで部屋と着替えも終わって家を出る準備ができたということで、もうね、時間もあまりないので、あの家族でお出かけを今からしていきたいと思います。結構ね、メイク動画的な感じになっちゃったと思うんですけど、最後まで見てくれて本当に嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。